って言ってたらさ、油が結構ちょちょちょ切んねんけどなってなんか、うん、油が結構あったみたいで、あの火が上がっとったよ、うん、おその油に火がついてた。あー、結構あれについてた、うん、焼き鳥屋とかでもボーって焼けるけど焦げへんね。あれは遠火だからな、火が遠い。そっか、うん、むしろ 上まで上がってんのか。日はなっとうね、油が焼けてるように見えるけど、うん、汁入れようか。無駄、無駄だってから置いてきたい、ね、これこの微妙な位置に置いてくれてるのはなんでなの。食べられへん。食べれよ。いや、無理やって。寝坊したろ。寝坊かつかって、お母さん今日は食べへんか。なんて辛いこと。いやいや、そんなことはないけど。明日またお丼にしたらちょっとこうふやけるやろ。目の前で食べるなんてな。どうぞどうぞ。なんてひどいことさ。うん。